まず大きなんでねんでございます。2021年の11月の11日、ポッキーの日ということで、本日の毎日阪神ニュース、今日もやっていこうと思います。この動画を見ておくだけで、阪神タイガースのニュースが毎日最新情報、きっちりわかるという、そしてそのライブを今日の夜の10時からやっていくという、そういったチャンネルになりますので、よろしくお願いします。それでは本日の一発目のニュースはこちら。え、甲子園、鳴るはで、周期練習本格的にスタート 逆襲を期す高山が汗そして佐藤輝明はなんと。 左膝痛で一部別メニューというこのようなニュースが上がってきております。二発目、マルテが帰国。優勝できるまで一緒に頑張っていきたいというこんなコメントを残して帰国したそうです。え、三つ目、大胆な血の入れ替えよということで、阪神タイガースに提言というこういったニュースが三つ目。そして四つ目、矢野阪神よ。今こそノムさんの遺言を生かし、保守を育てあげろ。 キャッチャーが育ったら、チーム作りは半分終わったようなもの。野村克也さんの名言を記事にしておりますので、こちらが四つ目のニュース。そして五つ目、V2 トラ、困難データ。ね、4回にわたるシリーズ、今日が3回目。後半戦、得点圏打率が2割1分6輪だったタイガース。近本の出塁率、3割9分4輪が活かせなかった。 という、このようなデータが出ておりますので、そちらについて深掘りしていきましょう。えー、5つのニュースについて、夜の10時から毎日ライブをしております。その他気になるタイガースニュース、プロ野球ニュースがありましたら、ぜひぜひコメント欄に残しておいてください。そちらについても触れていきたいと思います。それでは、2021年の11月11日、本日の毎日阪信ニュースでございました。この動画が素晴らしいなと思ったら、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。それではまた。 明日もなんでやねんの毎日半信ニュース見てくださいねじゃんけん、ルパート・ジョーンズなんでやねん